ビルロワ公、フランスワ・ドヌフビル・ビルロワ公、フランスワ・ドヌフビルは、フランス・ブルボン朝の貴族、軍人。フランス元帥、ニコラ・ドヌフビルの次男。幼少時から、フランス王類十四世に付き従い軍歴を重ね、1693年に、元帥に、任命、1695年に死去した、リュクサンブール公の後を受けて、大同盟戦争における南ネーデルラント戦線を、 担当したブリュッセル包囲を観光して落とそうと図り、イングランド王ウィリアム3世率いる同盟軍に包囲されたナミュールの救援に向かったが、いずれも果たせずに終わった。ブリュッセル包囲時に広場のグランプラスがフランス軍の砲撃で被害に遭っている。1701年、スペイン継承戦争が勃発するとニコラ・カティナに代わってイタリア戦線に派遣されたが、 オーストリアの将軍プリンツをゲンにキアーリの戦いで、敗北、翌1702年のクレモナの戦いで捕虜となり、解放後は、バンドーム港と交代、ネーデルラント戦線へ送られブーフレールに代わって、イングランド軍司令官マールバラコジョン・チャーチルと総隊、アントワープからナミュールまでの防衛戦を固めた。しかし、1704年に入って、ドイツへ南下した。 マール・バラコーを取り逃がした上、ブレンハイムの戦いで敗れたフランス軍の敗山兵を収容したものの同盟軍の勢いに圧倒され、ドイツ戦線の後退を余儀なくされた。1705年に、ネーデルラントへ戻り引き続き防衛戦を固めたが、突破され、翌1706年に、ルイ14世の指示を受けて防衛戦奪還のため、進軍した。だが、ラミーの戦いで、 バイエルン戦帝国、マクシミリアン2世と共に、マールバラ公に大敗、攻勢を阻止されたばかりか、ネーデルラント全土も制圧され、他の戦線にも悪影響を及ぼすまでになってしまった。この事態を受けた、ルイ14世によって降鉄され、バンドームに交代させられた。以後は出陣することなく、定身として過ごし、1717 17年から1722年まで、 幼い類15世の養育係を務めた。1730年にパリで死去、長男の類ニコラがビルロワコくらいを継いだ。ありがとうございます。